今日はテコ棒というのを使いながら、木槍の練習をします。辛棒というやっぱり木でできているものがあるんですが、この根元に縄を引っ張って、ここが地面です。でこの上に建物の柱が立ちます。で柔らかい地面ですと、これが4段5段ずっと数珠つなぎに地面の中に潜っていく。この辛棒を皆さん綱をいっぱい出して周りでみんなで持ちます。それをみんながどこで綱を離して石の上に落とすかっていうのが木槍の文句で、落とす場所が決まってるんです。外にいるときはテコ棒を元にして覚えた木槍をそのまま棒を使わずに、今度は木槍を道中歩きながらやると。これは何という写真なんですか。これはね、二重柄って言って、うん、これは一番の伝統芸なの、はいはい、昭和51年UIDIというのをやるんですけど、ヤリン越え、テコを3人で組んで、その練習をしたいと思います。今のが、えいさらば、やこのカタカナで書いてるとこれだけなんだけど、うん、今のが木槍。私が木槍師だとすれば、他の4人が今日は音程が低いのが揃ってる、高い声が出なさそうだと思うと、私が最初から音程を下げる。で自分だけ気持ちよくやっちゃって、側がついてこらんない木槍は木槍じゃない。こりゃねーなんごおにちゃいやまいやー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 いえちょっと親の代から受け継いでるんですよ。いや、もう言う人もいますし、そういう人もいますし、みんな飛び職なんですよ。そうね、そう、それもすごいですよね、うん、だから飛び職さんはまとい振りっていう芸と、うん、はしご乗りっていう芸と、うん、気合いの芸と、うん、3つの芸を持ってる職人なんだよね、うん、だから職人さんだけど、これだけ芸を仕事が結びついてるのはないね。すごいですね。 それぞれ全部違うでしょ。違う、そこが面白い、ね、みんながこのやっぱ飛び職の人たち、現役の人たちなんで、うん、肌がね、こう金浴びていて、生命力を、うん、持ってるので、うん、楽譜にも載せられないような、うん、交渉を文化的に本当にやってて、うん、僕的には考え、いろいろ考えることがいっぱいあって、うんうん、なんか単純にそれは素晴らしいし、うん、ずっと踊ってるみたいな。それはちょっとなんかいろんな勝手なそのイメージをしちゃって、うんうんうん、僕的にはすごいもう少しなんか追いたい感じがする。